ソネとマソタンは、ボンズ制作による日本のテレビアニメ作品。公式略称は、ヒソマソ。2018年4月から6月まで、東京 MXBS 富士他にて放送された。航空自衛隊が管理する、軍用機に擬態する、ドラゴンと、新人の女性登場員たちの交流を描く、オリジナル作品。2017年12月3日に開催された、 東京コミコン2017にて映画シン・ゴジラの監督として知られる樋口真嗣による完全オリジナルテレビアニメとして本作の制作が発表された。樋口は新世紀エヴァンゲリオンなどのアニメ作品に参加してきたがアニメの総監督に就任するのは今回が初めてとなる。また、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないの脚本を手掛けた。 岡田マロザトとコンビを組むことも発表された。第22回文化庁、メディア芸術祭アニメーション部門優秀賞、受賞作品。天春ヒソネは、航空自衛隊岐阜基地に配属された、新人自衛隊員。周囲とのトラブルを避けるよう地味に生きてきたが、ある日、基地の格納庫で巨大なドラゴンと遭遇する。その生き物は、回 -15J 戦闘機に偽装して空を飛ぶ。 国家機密級の変態飛翔生態だった。ヒソネは愛称を買われて、オティフを操縦する飛行要員に任命され、そのドラゴンをマソタンと命名する。寄付基地には、星野エル、キヌバン、リリコ、ヒトミマユミラ各地のディーパイとオティフも集められる。自己意識に問題を抱える彼女たちは、チームとしてうまく行動できなかったが、孤島での行動訓練を経て、 同僚や上記への理解を深めていく。ヒソネたちは、長王型オティフ、三立様を不死度へ誘導する。祭りごとに向けて厳しい訓練を行うが、マソタンは、おこのぎはしばみ人に恋をしたヒソネを受け付けなくなる。責任を感じたヒソネは自衛官を辞め、富山の実家に引きこもる。指導役のヒモトが、マソタンに登場して、祭りごとに臨むが、異常を感じたヒソネは、 自分の気持ちに整理をつけ、マソタンに乗り込む。ミタツ様を沈めるため、イケネが必要と知ったヒソネは、巫女の代わりに、マソタンとミタツ様の中に飛び込む。ミタツ様は山に代わり、ヒソネとマソタンは、消息不明となったが、仲間たちは彼女らが無事であると信じて疑わなかった。山を訪れたおこのげは飛び出してきた、マソタンに飲まれ、ヒソネと言葉を交わす。オティフ飛行要員。 ドラゴンパイロットのこと。フライトの際は、オティフに飲み込まれて、胃の中に入り、四つんばいの姿勢を取りつつ、胃の内壁を刺激することでオティフを操縦する。任務中は、胃液で消化されないための特殊スーツを身につけ、頭にこむるヘッドピースリアライザーからバーチャルな、視覚情報を得る。搭乗経験を積めばスムーズに乗り降りできるが、不慣れな場合は、オティフに土剤を注入して、 強制的にリバースさせられる。熟練したディーパイは不要意な刺激を与えないので胃液の分泌を抑えることができる。ディーパイになれるのは適正評価を受けた若い女性のみで、そのドラゴンに選ばれた娘でなければ登場できない。彼女たちの秘密を知る自衛隊幹部からは白い恋人と呼ばれている。彼女たちの共通点は自分を好きになれず、 心に空白を持っている、自分を不完全だと思い、オティフといることで初めてアイデンティティを見出せるという、精神面の欠落である。もし、ディーパイの心の空白が、恋愛感情によって満たされると、オティフは、拒絶反応を示して体内に受け入れなくなる。これを奮豪と呼ぶ、航空自衛隊基地で管理されているドラゴン。オティフは、オーガニックトランスフォームドフライヤーの略。 イニシエよりその生き物を保有する国は、富栄と言い伝えられ、他国からの干渉を避けるため、時の犠牲者により存在を偽装、紛争されてきた。戦後は、日本政府の命により、航空自衛隊が極秘に管理している。オティフの体内には猛烈な代謝熱が蓄積するため、普段は格納庫のプールで冷やしておき、定期的に空を飛ばせて、熱を放出させる必要がある。 その際には、軍用機に見せかける外装パーツを装着させる。格納庫内の待機状態、もしくは高高度で放熱する場合は外装を展開した H 形態になり、離着陸や通常飛行時には外装を閉じ合わせた海形態に変形する。海形態を保持し続けることは、放熱を阻害することも含め個体へのストレスが大きい。普段は、希少金属を主食とし、 それらが多く使われているフィーチャーフォンを好んで食べる。レアメタル以外の金属や人間が食べるような食物も摂取は可能である。体内には生体熱器官を有しており、高温、高圧の粉流を発生させることができる。翼以外にこれを飛行に利用することで戦闘機に匹敵する機動性を発揮、通常より強力な粉流は巻き込まれた他一般戦闘機の ジェットエンジンを壊してしまうほどである。また、E-2C に擬態しているアケミは、テブそのものを、回転体であるプロペラに変形させており、擬態元のように、対空警戒、監視も行う。オティフの声は、神田松之城。宮内庁の統括下で陸、海、空の総力を動員して行う国家的真事。オティフと D パイたちは、 74年に一度眠りから目覚める、超大型、オティフ、ミタツ様を次の不死度へ誘導する役目を担う。ミタツ様の移動速度が遅いため、オティフとディーパイは3日3番飛び続けなければならない。また、各、オティフには、祭りごと専用の識別名が割り振られる。祭りごとに関わる神職や見は世襲制で、幼い頃からその務めを果たすよう育てられる。 巫女の一人は、くさび女に選ばれる。祭りごと当日は、三立様と共に神職と巫女もオティフ輸送モジュールで移動。不死度に近づくとオティフごと三立様に飲まれる。その後、三立様の体内でカグラを演奏し、くさび女の前で三立様を眠らせる。オティフが二つの尾を結ぶ締め縄を立ち、体の上下を逆転させる、お願いりの後、 くさび女が王を鈴に仕込まれた担当を三達様の心臓部である軸に刺して不死度に安定させる。くさび女は死ぬまで三達様に寄り添う意見へとならねばならない。とされていたが、実際はこれまで軸に担当を刺す、作業後に三達様の体内が閉鎖されて脱出が不可能だったことによるものであり、必ずしもその作業をくさび女が 追う必要はなかったことに気づいたヒソネたちにより、ナツメラを先に脱出させて、ヒソネが作業を代行している。自衛隊戦闘機に噴するドラゴンという設定は、樋口新二の妄想が元になっている。樋口が日本沈没を撮影していた頃、成田空港で飛行機の写真を撮る航空ファンの様子を見て、その中に飛行機じゃないものも紛れ込んでいるかもしれないと考えた。 また、撮影や取材で、たびたび自衛隊基地を訪れた際、機密常設営許可が降りない建物があり、そこに何かが隠されているのではないかと考えた。樋口と岡田丸里が参加していた、実写映画の企画が流れてしまった後、何か一緒にやりませんかと岡田が誘ったので、自衛隊版、花咲く、ろはのようなお仕事ものという線でスタートし、そこに樋口が温めていた。 コスプレするドラゴンというアイデアを加えていった。全体の画帳はほのぼのとしたコメディタッチにまとめられている。キャラクターデザイン原案は漫画家の青木としな青木が Facebook に投稿していた TB ドラマ、アマちゃんのファンアートの絵柄でアニメを作ったら面白いのではないかというところから青木にオファーが届いた。ドラゴンのデザインは本体を 小山茂と変形するメカ部分を川森正春が担当し、最終的に伊藤義之がまとめる形となっている。一般的なテレビアニメは画面に合わせて声優がセリフを読むアフレコ方式で収録しているが、本作は絵コンテをガイドにして先にセリフを収録してから、そのタイミングや演技に合わせてアニメーターが作画するセミプレスコ方式で制作している。 背景は手書きの水彩画を多用し、セルや 3DCG の主線を撮影で太らせることで背景となじませている。放送を視聴した結城正美はアニメというより動いている漫画とでもいうような感覚を味わえてそこも新鮮と感想を述べている。作品の舞台となる航空自衛隊岐阜基地でスタッフが取材を行い、司令部庁舎や格納庫、休憩室、 マンボウや、居酒屋、花の前など敷地内にある施設をかなり忠実に描写している。作中には番組スポンサーであるヤクルトの製品がたびたび登場し、ヤクルト製品を売るヤクルトレディもキーパーソンとして登場する。番組スタッフの中にジョア好きのものがおり、作品のリアリティを出すためヤクルトから許諾を得て登場させている。 2018年11月18日に行われた岐阜基地航空祭では、樋口とヒソネ、役の久野美咲が、1日秘密男子令として参加し、トークショーを行った。また、作中の機体に似せた、マッソタンの目をペインとした回マイナス15戦闘機が、展示飛行を行った。初版の事情により、発売予定日が変更となっている。 青木俊直によるコミカライズ作品が月刊ドラゴンエイジ2018年4月号から8月号まで連載された。YouTube でオーティフの声を務めた講男子、神田松之城による振り返りダイジェスト動画が配信された。2018年5月22日に第1話第3話、第4話から、第6話、7月9日に第7話から、第9話、第10話第12話が配信。 イラストはキャラクター原案の青木と直。ありがとうございます。